インドネシアの自転車タクシー、中国の自転車タクシー、メキシコの自転車タクシー。自転車タクシーとは二輪車もしくは三輪車で人力により乗客を運ぶ車両である。通常はドライバー以外に一人、ないし二人の乗客を乗せることができるようになっている。自転車タクシーは人力車を改良したもので、英語ではサイクルリクシャーとなる。 リクシャーの語源は人力車であり、サイクルリクシャーは自転車の人力車という意味である。また自転車タクシーが発展し、オートバイやミワ自動車などを用いるようになったものは、オートリクシャー、オートリクシャーと呼ばれる。自転車タクシーの車両はドライバーの脚力が動力源だが、電気モーターの力を補助的に使うものもある。車両は三輪のものが多数派で、トラクターとしての自転車と、 乗客を乗せる人力車の部分で構成される。非常に稀だが四輪車もあり、二輪自転車とリヤカーを合体させたものである。また、前に乗客を乗せるタイプもある。自転車タクシーはアジアで広く使われている。自転車タクシーは人力車の代替交通機関として発達した。自転車タクシーはアジアで広く使われているが、道路混雑の原因になると考えられており、 しばしば規制の対象になっている。広く普及しているアジアでは、人力車は農村地帯からの貧しい出稼ぎ労働者の重要な仕事となっている。しかし、最近では、経済的で環境に優しい交通手段として再認識され、先進国でも復活する例が増えてきた。臨卓日本ではかつて自転車タクシーのことを臨卓とも言った。臨宅は、当時、 終戦時の物資不足から燃料がわずかでタクシーを走らすことができなかったことから大正初期に生まれた人働け者を新たに登場させたものでその名称は自転車を指す銀輪とタクシーという言葉の合成させたものから来ている日本における輪卓営業の始まりは1947年2月1日に闇市を統率してきた関東おずくみが 二人乗りの輪宅営業を東京で始めたものだと言われている。ちなみに営業当初は24キロ10円で、その後10月には20円に値上げされ、1キロごと20円の加算となっていた。都電と都バスの料金は50銭だった当時から考えると高級な乗り物だった。その後、同じような営業が各地に広まり、1949年には全国に70を超え、 いろいろな種類の臨卓や業態が登場した。新潟市の構成者では、リアカーに一人用のホロをつけた急増的なもので、日中は駐輪場で、日暮れからは飲み屋などのある盛り場に停車場を設け、客を待つ日々だったという。臨卓の多くは、1951年から1952年頃にはほとんど、 姿が見られなくなったが、大分県佐伯市では1955年2月にまだ15.16台の臨宅が営業していたという。秋田市内でも1965年頃まで営業していたという証言もある。通りを行き交うサイクルリクシャーの群れバアングラデシュ、ダッカ。ネパールカトマンズのサイクルリクシャー。シックロカンボジア、プノンペン。 自転車タクシーは環境に優しい交通手段として再認識されつつある。特に環境に敏感な欧米、特に観光地に近い都市ではベロタクシーという自転車タクシーをよく見かけるようになってきた。現在ではいくつかの自転車タクシーの製造業者が欧米に存在している。欧米の自転車タクシーは発展途上国では見られない高性能なものである。 例えば油圧式、ディスクブレーキ、軽量なガラス繊維のボディ、電動アシストなどが使われている。また、太陽電池の電気で駆動するインターネット端末を搭載した実験的なものも存在する。日本でも導入され、京都や名古屋、東京、奈良などで、すでに営業している。路線バスの保管としても使用され、大阪府平方市の香り団地においては、 電動アシストタイプを用いた折姫飛行星送迎サービスが運行されている。デマンドバスと同様のシステムで団地内各地と商業施設、医療機関、郵便局を結び、運賃は無料とされている。ありがとうございます。